はい、てな感じでね、2つあるんで、2回に分けようと思ってます、動画。もったいぶるね。はい。なんせ、今年は、正月はちょっとゆっくりめにね、ゆっくりめに。またね、ちょっと鼻声でしょ？具合が悪いんです。とっても具合が悪いんです。はい。てな感じで、はい。想像より全然いいぞ。とっても丁寧な梱包ですね。はい。あ、プレステラの90か。置けるかな。置けるね。はい。買っちゃいました。我慢できませんでした。はい。ネームドのアガベですね。こんな風に梱包するんね。ジップロックに入れて。で、あれ、ちゃんとプランツタグもついてますね。ヤフオクをね、見たんだよ。これはメルカリで買ったんだけど、ヤフオクで見たの。そしたらさ、まあまあひどいなっていうか、これ絶対本物じゃねえんだろうって思うのがたくさんあって、そんな値段で買えるはずないみたいなね、このネームの流れいっぱいあったんですよ。で、ずっと見てると、なんとなく見分けがつくようになってきたりするのね。かといってこれが本物だっていう確証はないんだけど、例えば、そうね、ツイッターとかインスタグラムとかで結構な数を上げててね。で、それでうちの子株販売してますよみたいな人は、今までのその過去のものとかが台無しになるじゃない。信用みたいなものが。だからそういう人から買うと、いいんじゃないかなって思うんだけれど、これどうなんだろうね。まだわからないけどね。まだわからないんだけど、よいしょ。よいしょ。水はね、水切れを起こさないように水をあげてたみたいね。用土もあれだな。俺が使ってるのとほぼ一緒かな。カヌマ、ヒューガ、赤玉の小粒に、これあれだな、多分、ゴールデン培養土が混ざって入ってますね。有機のものが少し入ってますね。これ、このままでいいんじゃないかな。とりあえず、植え替えないで、うちの用土に。まあまあ、まあ、どれも変わんなく見えるでしょ、みんなね。はい。はい。何が違うのって思いますよね。でも、こんな小株でも、ずっと見てると、その品種を追って、ずっと見てると、なんとなく見分けがついたりするんですよ。この巨種の感じとか、この先端の感じとか、この品種の小株の時は結構葉が長くなるとか、いろいろあるんですけど、まあ、これは多分っていうか本物であると思います。うん。まあね、これも成長をね、だからまあ、ヤフオクの闇じゃないけど、いますよ。やっぱりヤフオクで買って成長して何ヶ月か経った後に全然違うじゃんみたいなのも見ますよね。で、評価はもうとっくに終わっちゃってるから悪い評価もつけられないし、みたいな。うん。はい。ステンレスのタグです。アガベチタノタ SAD って書いてありますね。サウスアフリカダイヤモンド。これね、欲しかったんですよ。このプランツタグもかっこいいね。ステンレスで。はい。わかんなくなんないと思うんだ。こんぐらいの数だから。こんなぐらいの数だからわかんなくなんない。今んとこね、こんぐらいで収まってるんで。刺して、はい。ね、SAD 欲しかったんですよ。南アフリカダイヤモンド。とってもね、成長楽しみ。スタバに少しシワが、これもうね、発根済みなんで、こういうの抜きないが多いのよね。自分でこういうふうに、今もここになんかいろいろ入ってますけど、発根管理をして、根が出たら植えるんだけど、これも根ががっちり生えてるらしいので、うん、このまんま様子見ようかなと思ってます。どうだろうね。こっから、まあ、半年後ぐらいには、きっちりと、なんていうのかな、これの、なんていうのかな、特徴がね、特徴が出てるのをお見せできたらなと思いますけども。せっかくだからこれは2つに分けないでもう1個いっちゃおうか。このまんま、このままいっちゃいましょう。
同じね、同じこの出品者さんから買いました。これもね、あれこれ今のもずっと見てるとなんとなく見えてくるその特徴っていうのが出てるは出てるんですよ。だからいかんせんこれ違うだろうっていうのもヤフオクではすごく見ます。しかもそんな値段で買えるはずないよっていう値段でたくさん出てます。うん、あ、良くないな、本当に良くない、すごく良くないと思う。偽物捕まされちゃって気がついた時にはもう随分ね時が経っちゃってるなんていうのは最低じゃん、そんなのね。でもだから見る目がないとねって、俺もちゃんと本当に見る目があったかどうか分かんないけど、これは大丈夫だろうって思ってます。うん、やっぱりそれなりにちゃんとしてるのはそれなりの値段だしね。はい、同じアガベチタノタよいしょです。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん、何かどっかにちょっと移動させないと置けないな。さあこれ何でしょう、パッと見て分かる人いるかな。これはね、うん、そうね、これに比べるとこう中の見ると分かるんだけど、割と葉が幅広で丹波なんだよね。でこのなんていうのかな、ちょっと茶色いというか、なんていうんだろうね、うちの皮でいうとまあいいかそれは。ちょっとね、茶色い巨子で連枝っていうのがここは全部つながるんだよね。この細かいのがそうだろうなって、この辺の色合いとか見て、あ、これ間違いないなって思ったんだけども、名前がこれがアガベチタノタジャガーノートね。これジャガーノートはね、そんなに興味なかったんだけど、ジャガーノートか、破壊神だよ、破壊神、すごい名前でしょ。中二病全開なんでこういう名前にやられちゃうってのはあるよね。でもこのジャガーノートってこっち今あるものとぐんと見た目の趣が違うからね、全く違う種類のであってもいいかなと思って、うん、この辺のものは結構な値段するんですよ、こういうネームドのものはね。どうだろう、うまく育ってくれるかな。でね、徒長もしてないし、いい感じなんじゃないかな。この用土を見る限りね、すごくちゃんと育てられてるなっていう気はしますけども。やっぱこういうの専門でやられてる園芸店でないなっていうお店はあって、普通のいろんな普及種があって、お花とかいっぱいあって、その中にやっぱ流行りだから、アガベもこう置いてあるんだけど、いやこれ絶対違うしって、いやこれ違うだろうっていう品種の名前が書いてあって、いやお店の人分かんねえんだろうなーなんて思いながらもね、やっぱ全然日当たってないしビヨーンって伸びちゃってるし、まあね、それでいてそんな安いわけでもないし、ね、専門でやられてるね、そういうちゃんとした業者さんで買うのが一番、やっぱお店の名前にほら傷がついちゃうからさね、ちゃんとしたところで買うのが一番こういうのは間違いないとは思うんだけど、でもまあ賭けじゃないけどさね、そういうの見ていて、あ、これはっていうのを探し出すのも面白いんじゃないかなって思ってます。いろんな楽しみ方があっていいと思うんだよね、こういう園芸はね、特にこういうやつはね、どんな姿になっていくのか楽しみでしょ。今あるのは SED でジャガーノートで、ブラックファイヤー、ゴリネコ、ハクゲ、ブラック&ブルーか。あと、オテロイ。で、オテロイはこの他に12個出てます。大丈夫かな、俺。はい。いやー、これね、これはね、楽しみなんですよ。すごく楽しみ。割とこれはね、強い光を好むから下の段に置きたいんだよな。下の段の方がね、LED がちょっと低い位置についてるから、ちょっと光が強いんですよね。まあ、その辺も含めて、どこに置こうかなとか、やっていこうと思います。はーい。さてさて、置くとこ問題なんだよね。置くとこ問題。
さ、これはここに2つ並ばんわけよ。でもこれなら余裕で2つ並ぶわけ。用土の量は変わんないと思うんだよね。要は根を張るスペースとなると、これにか、これだったらここに6個楽に並ぶわけじゃない。でもな、今いじりたくねえしなとかね、せっかく根が張ってるからなとかね、うん、何も考えずにこの鉢いっぱい買っちゃったんだよね俺。まあまあ、これみんなが使うのよくわかる気がする。これはこれと同じで、ただ単にこれが深くなってるだけだからね。もっともっとこれを活用すればよかったかなとは思うんだけど、ちょっと見た目いいじゃんこっちの方が。でもね、鉢の高さが高くなるとさ、そんだけこう、この光から近くなるわけじゃん。どれぐらい違うんだろうと思ってね。まあ、測るに越したことはないね。ここで、26,000ぐらい。この、ここに来ると高さが、32,000。36,000。ぐらいなら大丈夫か、3万-4万ぐらいだったら。うん、大丈夫そうだね。これググッと近くに来ると6万、9万。これさすがにこんだけ近くに行くと葉が焼けちゃうと思うんだけど。うん、こんぐらいだね。ここでどんぐらい？ここで2万ぐらい。2万ぐらい。うん。これがやっぱすごいなぁ。この今上から照らしてるこのスポット型のやつ、こんだけ距離離れても16,000、5万7万とかあるもんな。うん、そうか、これをね、うん、これを、これ映んないだろうな、レンズをね。電気消せば映るか。はい、この中のレンズをね、これ取れるらしいのよ。まだ熱いな。すごい、これここにネジ山がついてる。へえ、これを全部取っちゃったら多分ダメだろうな。拡散してるのか、スポットにしてるのか、ついてない方が、これどう撮るの、これドライバーで撮るん、これがのあるなしで全然違うらしいのよ。これドライバーで撮るんかな、どういうこと。この中のレンズを撮ってこれをつけてやってとか、ある程度、これすごく強いから、中心だけ。すごく強いから、ある程度こう拡散するようにしたいんだよね。ということで、ちょっとこれ外したりなんだりしてやってみますわ。ただ、ここのテーブルの3段目が使えるんで、ただもうちょっと、もうちょっと置けるじゃん。どんだけ増やそうって話だよね。ね、スポット型。こっちはね、パネル型。こっちはね。パネル型、こっちはスポット型。うわー、眩しいね。はい、だからここにさ、この中心付近は映るかな、液晶。結構離してもここで5万6千ぐらいある。でもまあ5万ぐらいだよね。ちょっと外れると4万、2万。ね。ちょっと外れると、やっぱりぐんと落ちちゃうんだよね。これ9,000ぐらいしかないもんね。1万ないもんね。そうなんだよね。中心付近はすごくやっぱ強くていいんだけど、だからぐーっと離せば離すほど、広がるんじゃなかろうかなと思うんだけど、ここの、さっきのね、拡散するんだか、集中させるんだか、
ここにあれかな、足作って、足作ってあれかな、パネルをもう一個増やすかな。これはあの下にの下にもね、あの美角紙やら何やらあるから、そっちで使おうかな。感じでね、はい、中感じでっていいのかい、そんな感じだけど、これステンの板で重たいんですよ。全部ペッターンとね、真っ平らになってますね。やっぱりほら、この先の作業はね、平らになってる方がやりやすいんで、刻印バッチリ、かっこいいね。はい、てな感じで寝かしてありますね。年明けたらこいつらからお仕事開始って感じかな。まあね、今日は大晦日です。今年と同じようなことを来年もやるのかななんて思ってます。はい、てな感じでね、今日の動画はこんなもんで終わりにします。また遊びに来てくれると幸いです。じゃあね、バイバイ。始めてます。はい、何をやってるのかというと、なんか急に思いついちゃったんだよね。よくあるんだけど、俺はね、植物を置いてる冬の間だけね、台があるじゃない。この台が、棚がね、狭いんで、どうしてももう一段欲しいなぁと思い始めてしまいまして、まあ一番上の段に置きゃいいんだけど、これがまたさ、置けないんだよ。なんていうの、ライトがつけられないじゃん。天井から吊るしゃいいんだけど、まあ仮なんで、まあこういう材木がね、使わんもんがゴロゴロ転がってるんで、これを利用して、まあライトをぶら下げる台、ああバキバキ言うた、やろっかなと思って今やってます。まあまあ、ほんとこんな廃材なんでね、材料代0円です。これじゃねえな、これか、違う、これだ。ちゃんと直角も出てないような材料なんで、まあ適当なんですけどね、とっても。まあね、ちゃんとした立派な棚を欲しいんだけど、まあ部屋が全部片付いてね、いろ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 できるようになったら、その時に考えようってことで、とりあえず仮なら何でもいいだろうと思って、適当なものを作ってます。はい。てなわけで、1段目、2段目、やばいね。3段目でございます。どうなるんでしょうか。